今回は幸せに働くための30の習慣という本をご紹介します。本書は慶応義塾大学大学院教授でありウェルビーイングリサーチセンター長を務める著者が豊富な研究結果をもとに厳選した30の習慣を紹介した書籍です。ウェルビーイングは健康、心と体と社会の良い状態を指し、日本では幸せとしても広く認識されています。1980年代から始まった世界中の心理学者による幸せの研究から得られた知見をもとに、著者はやってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままにの4つの因子が強い人が幸せであると述べています。この幸せな状態は従業員においても創造性が高まり、生産性が向上し、欠勤率や離職率が低いことが明らかになっています。また企業においても幸福な従業員がもたらす効果は利益の増加や株価の向上につながることが研究によって示されています。これらの研究結果から現代社会では健康と同様に幸せに気をつける時代が訪れていると著者は指摘しています。そして企業の様々な取り組み、健康経営、働き方改革、人的資本経営、従業員満足度、従業員エンゲージメント、ダイバーシティ&インクルージョンなどが従業員の幸福度が向上すれば解決できると述べています。第2章では幸せに働くために個人ができる10の習慣が紹介されています。その中で著者が特に強調するのは初心に戻ることです。仕事に追われている中でやらされ仕事ではなく自らが選んだ仕事に向き合うことの重要性を強調しています。著者自身がエンジニアとしての職に就いた際、世の中を良くしたいという初心を忘れず、どの仕事も世の中を良くするための一環として捉えることで仕事へのやりがいを見出せたと述べています。また主体性を持つことが働く上で重要だと著者は主張しています。仕事が創造的でなくても自分がそれをつまらないと感じればそれはつまらない仕事となると説明しています。主体性は学生時代から始まり、一つ一つの選択に真摯に向き合った結果として現在があると指摘しています。それゆえ主体性を持つことで仕事やキャリアの選択において幅広い可能性が広がると述べています。しかし日本社会においてはエスカレーターのように進むことができる一方で、主体性を持つことが難しい側面もあると著者は指摘しています。そうした場合でも自分がワクワクすることに着目し、仕事をゲーム化するなどの方法で主体性を発揮することが可能だと提案しています。また転職や独立を選択することも一つの手段であり、自らの意思で次のステップを選ぶことが主体性を持つ第一歩となると述べています。この書籍を読み、その中で紹介された習慣を実践することで仕事に対する捉え方や生活全体においてポジティブな変化を感じました。特に初心に戻ることや主体性を持つことは日々の業務において新たな視点を持つことができ、ワークライフバランスの向上にも寄与しました。この書籍は現代社会においてますます重要となる幸福度やウェルビーイングに焦点を当て、実践的な習慣を提案している点が素晴らしいと感じます。ぜひ仕事や生活においてポジティブな変化を求める方におすすめしたい一冊です。